チームデスマッチ。やったぜ。エゾスが待機している。救援物資の到達点を示せ。エゾス飛行を終える。いや、おかしい。なんかね、最近のコールオブデューティーおかしい。ということで、前回私はナイファーフルパーティーの動画を上げさせていただいて、ナイフ縛りのね、鬼畜装備で敵に勝つまで終われませんっていうね、企画をやったんですけども、まあ、やっぱりその際、ナイファーでこう、距離を詰めないと勝てないじゃないですか。まあ、そういった際、やっぱり敵がこう、対策してね、ショットガンを使うってことで、結構ね、消費ショットガンに駆られたんですよね。で、そのシーンを上げたら、結構みんなが、なんか最近ショットガン増えてないとか、ショットガン強くなったとか結構コメントいただくんですよね。だから意外とみんな知らないんだなってことで、今回改めて、私の動画の方で説明させていただくんですけども、こちらコンバットショットガン、なんと射程距離の方が、伸びました。おかしい、最近のコールオブデューティーのアップデート。いや、まあ、なんか仮に、まあ、今までショットガン息してなかったからええやないかっていう意見があったとしても、まあ、このコンバットショットガンを強化するんであれば、いや、こっちの総動負ショットガンも強化してやれよっていう。なんでこの総動負ショットガンを強化せずにコンバットショットガンが、強化されたのか僕はわからない。で、強化した挙句今コールオブデューティーのポイントデューホック、セイントマリア・デュモント、アーデンフォレスト、かなり消費ショットガンが増えてます。おかしいでしょ？ショットガンで、アタッチメントとアドバンスライフルがある時点で、なんでさ、パッチでこう強化したのっていう感じじゃないですか。っていう感じで、コンバットショットガン強化されて、最近なんかポイントデューホックが、ゲロほどつまんないです。まあけどコメントでもね、あったんですけども、ショットガンで、ね、狩られるんであれば、距離を詰めなければいい。そういった立ち回りをするのも、このゲームの楽しさじゃないかなっていう、すごい親切なね、方がそのショットガンアンチのコメントに対してしてたんですよ。というわけで、じゃあ私も使います。はい。もうこれで解決でしょう。というわけで、使っていくカスタムはこちらのステディエイムと、アドバンスライフル、ラピッドファイアということで、まあ、ショットガンにおいての必要なね、まあ、武器のアタッチメントとしてはこれで十分なのかなと思います。まあ、個人的にはちょっと食いドロ、早く構えたいなっていうところはあるんですけども、まあ、全然ね、腰打ち運用がバンバン刺さるということで、うまいこと使っていきたいと思います。で、実はね、もともと、第二次世界大戦でショットガン一部では禁止だったんですよね。まあ、知らない方結構多いと思うんですけど、ショットガンってね、実は結構戦争で禁止されてたんですよ。確かアメリカとドイツだったっけな。まあ、とりあえずなんか詳しいこと知りたい方はヨーロッパ、まあ、ショットガン禁止とかなんかそこら辺調べていただけたら出てくるんですけども、第二次世界大戦はショットガン実は禁止だったんですよ。本当に非人道すぎてめちゃめちゃやっぱグロいんですよ、ショットガンって。だからさすがにそのなんだろう、なんか人思いに殺してあげようって、まあ、人殺しのなさ戦争でなんかその優しさ、アイダブルかな、宇宙人回線おつ、あ、待って、やばそう、はっ、オッケー、回線やばいの？いや、そうでもないよな。まあ、だから、まあ、戦争のさ、戦いで、なんか非人道云々って言ってる時点ちょっとなんかおかしな話なんだけども、まあ、とりあえず、まあ、昔はちょっとそういうのを考慮して、配慮して、まあ、なんかその、人が苦しまないような、その武器を使いましょうみたいな感じの、実は条約があったんですよ。あ、条約があったっていうか、条約を作ろうとしてたんですよね。で、結局なんか破棄されたらしいんですけども、それが最近っていうかだいぶ前から1800年ぐらいになんとか条約っていうのがあって、なんとか条約ってなんだっけな、なんて名前だったっけな、まあ、なんかテロップ入れてます。ハーだかハーグかなんかそんな感じの条約で、オランダとかで開かれたやつで、なんかまあ、なんかそのなんとか条約で、その非人道的な人が苦しまないような兵器を使いましょう、ガットガスとかやめましょうねっていうのが、まあ結んだんですよね。ちゃんと作り張ったんですよ。そう。で、それで、ショットガンが当てはまるかどうかっていうところが結構難しいラインなんだけども、お前、えぐいな。そう、ショットガンがちょっと当てはまるかどうかはまたその、難しいところのラインではあったんだけども、一応ね、今現在は、当てはまらない設定にはなってるんですけど、昔は当てはまってた云々のなんか話はありました。そう。だからダムダム弾とかは確か今も禁止なんですよね。ダムダム弾。調べてください。ダムダム弾って結構有名なんですよ、歴史の。なんとかで。おい。
よし、エグマジで892ですってもう化け物でしょ。いるね、かわせ。ほっ、お疲れ。これこっちいるな。ほっえぐ、しかもこれ回収してるからね、弾を。これ隠せるわ、かわせ。いるわ、あれ。無理無理無理、ほっとほっとほっと、ふっふっ、オーケー。いやマジブロンズスターゲットしたわ。そうだから、あのダムダムなんて調べてもらったらわかるんですけども、本当に人に使う兵器じゃないんですよ、あれは。そうだから、そういうところのちょっと優しさはあったんですよね、歴史の中で。けどこの FPS ゲームでは関係ない。あの、非人道的な殺し方失敗します。はい、お疲れ非人道的な戦いしかしません、僕は。あ、こっち来るな、いるね。ほっ、お疲れ。いや、まず正面捉えて勝ちゲーでしょ、こんなの。いるか。いや、味方やられてる。そこ伏せるか。いや、待って、後ろから来てる、これ。味方そこ接敵頼むわ。よし、ここで伏せる。はい、お前ら人権ねえからよくも今まで買ってくれたな。お前ら人権ないぞ。俺左から来るな。ほっ、カットして、で、これ一回引こう、これ一回引こう、引いて、うわ、味方お疲れ。すまんな、来いよ、いいよ来いよ。ほっ、お疲れ。いいっすね、かわせ。待って、裏くんな。ほっ、これカットして、多分後ろ来るはず。右か、右か、こっちか。おった、危ない。マジでえぐい、マジでえぐい。少しと何周した、俺。もうこれさ、ダメだよね。うん、絶対ダメだよね。あのね、なんかコメントとかで、いやいや距離詰めたらあれですよとか言ってるけど、このマップじゃダメだよね、このマップじゃ。まあ、他のマップはそうでもないかもしれないけど、このマップはマジでヤバいと思う、本当に。もう人権なさすぎる。18キル2ですって、なんやねん。よよよ、はい。いやー、これ怖いな。ここ一回リロードして、角ママとかいらねえもんな、これ。7発だったら全然枯れるし。ます、ほっ、待って、それ反射ヤバそうけど、やれるんです。激怒だな。味方そこ頼む、大抵助けもらえ。25キルぐらいやりたいな。たまねえんだよな。回収して。こっちいるかな、裏行けそうだね、これ。あそこのバンカーでクソイモはさすがにやばいから、こっち行きましょう。後ろから失礼する、お疲れ。何キルしてるだろう今。そこ行けるかな。で、これまあ、何がやばいかって、やっぱりフラグがこうやって回収できるから、1キルしてもう一回投げ物投げて打開できるんですよね。それえぐいっすよね、本当に。こもるわ、見ないバンカー。え、やばそう。はっ、味方それ、勝利勝利。危ない、20キル、あと5キル、あと5キル、プリース、あと5キル、プリース。やばそう、それ飛びたくない、飛びたくない、飛びたくない。こっちから回っていこう。いるか、左いない。おお、右、伏せるわ。おった、1キル、おいしい。あと少し角出んじゃん、これ。顔出せ。左かな、あ、終わったもんだ。まあ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 。もうね、わかる、みんなこれ。いや、これでさ、ショットガンね、いやいや、弱いでしょとか。いや、マップによっては、全然輝かないですよっていう、で言ってる人、まあ、これ見てほしい、本当に。まあ、敵は初心者かもしんない。いやけど、それでもさ、今までこのコールオブデューティっていうゲームで、BO2 のレミントを除いて、ショットガンで、核出そうになったことある？ないでしょ。私はそう言いたい。いやなんか本当にやっぱり、アップデートちょっと下手くそですね。すごい、リスナーさんっていうか、そのプレイヤーのコミュニティとかの意見をすごい聞いてて、実はね、ソードオフショットガン強化来るようになってて、ユーザーの意見を聞いて、やっぱあんまり使ってないからこれ強化入れますよとか、逆に強いやつを弱体化しますよっていう風にいいバランスやってくれてるんですけど、今回のだけはちょっとね、さすがにやりすぎなのかなっていうのは個人的には思います。だからまあ一回はね、どうしてもあるじゃないですか、コールオブデューティーぶっ壊れ武器ね、 BO3 もマーシャルあったし、 IW もマンモスだとか、VPR だとか、いろいろとあったじゃないですか。やっぱそれを乗り越えていいゲームになるんで、まあぜひともね、運営さん、これを早く修正してください、お願いします。はい、ということで、ちょっと今回ゲーム的な内容はね、そんなに話してないんですけども、まあ、とりあえずね、皆さん、まあ、こういうぶっ壊れ武器がありますよと、今のコールオブデューティーワールドオーツは気をつけてくれよと、もう敵にいたら、もうバンバンこれ使ってね、借りましょう。はい、やられたらね、やり返す理論でやらないと、ちょっと今の、ワールドオーツは厳しいんじゃないかな、と思います。はい、それではね、この辺で終わりたいと思います。毎日こういった動画上げておりますので、よければチャンネル登録、コメント、高評価の方よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。よいしょ、あいつはスナイパーライフル、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 スナイHahaha!
おーちょ、マジで嘘、お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え、違う違う違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。